いつも私の話を聞いてくださいまして大変嬉しく思います。今日の話は少し難しいではないかとちょっと心配をしておりますけれども、大切なことでございますので、お聞きいただければありがたいと思います。私たちはこの世の中で生きますときにいろいろな決断っていうんですか、決定をいたします。そのときに困りますのは重要なことがいくつもあって、全ては選べない。どれかを選んでどれかを捨てなければならない、そういう状況になるわけであります。この日は銀座で開かれるロゴス研究会に出るか、あるいは同じ日のボランティア活動をしなければいけないか、どちらか選ぶのはどちらかはできないわけであります。このボーナスを一家の旅行に使うのか、それとも子どもの学費のために貯金するか、あるいはこのお金を自分のファッションに使うか、あるいは老後の蓄えにするかなどなどであります。で、迷いますけれども最後は決めなければならないわけであります。で、国や例えば東京都や川崎市や横浜市やこの市の場合でも同じでありまして、次から次へと起こってきます事柄、そして決定をしなければならないこと、与えられた資源を国防費に充てるのか、あるいは社会保障費に充てるのか、社会保障費の中でも例えば福祉の中でも生活保護費、生活保護の改善に使うのか、あるいは保育所の増設に使うのか、限りなくあるわけであります。で、それぞれの決定が私たちの国民生活に重大な影響を与えるわけであります。この決定があってこういうふうになっていれば私はこういうことができたのにそれができない、保育所の問題なんてもそうでございます。もしあれば保育所があれば働けたのに働くことができない、まあ、そういう個々の生活に重大な影響を与えるわけであります。もう少し深刻な話ですと、日本の領海に侵入した不審船があった。で、担当大臣はですね、海上保安庁に対してあの船、その船をに実弾を使ってよろしい、重大な決定、重大な許可をした。で、海上保安庁、船は艦艇は実際に放っただけども、まあ、威嚇射撃だったもんですから、その間に不審船はまた逃げ去ったということで、こともなく終わりましたけれども、もし双方が打ち合いになって双方に人命の損傷というものがあったら、これは国と国との重大一大事に発展するわけであります。今そういう危険にある、その危険な状況というものが来るかもしれない。これは日々の私どもの新聞を見ていますと、どうなるかな、どうなるかなという思い、いつもするわけでありますけれども、その時に意思決定者は決定をしなければならないわけであります。で、日本の国内だけではなくて、日本は非常に大変巨額な ODA の資金というのを使ってまして、世界を助けている。で、そのお金によって、その対象となった国の人
人々の安全とかやっぱり命とかそういうことに影響を与える場合もあるわけであります。例えば疫病が蔓延しているのでワクチンを作るとか医療施設を作るとか、あるいはこの貿易といいますか、要するに消毒ですね、その体制をきちっと作るためにお金を提供する、資金を提供する、洪水の危険があるときに堤防が崩れてしまう、だからその土木工事のために資金を提供する、そういう種類の性質の OT はたくさんあります。しかも巨額な資金を使っております。で、そういう時にももしそれがあれば、あるいはもしそれがなければいうことで多くの影響を与えるわけであります。ですからその賞に当たった人たちは皆悩み、そしてしかし何か決めなければならないとなるわけであります。ではその時にですね、意思決定をする基準ですね、これを決めるという基準は何なのか、その物差しは何かということであります。で、私たちのこの日常生活でも、あるいは政治や行政の場合でも、その物差しは何かと言いますと、全部を採択することはできない、全部を採択することはできない、だからある部分を捨ててある部分を採択するという形になる。いつも相対的ですね、絶対的な基準ではなくて相対的なものになるわけであります。あることを選びますと別のものを捨てなければならないわけであります。で、まあ、相対的な決定をしますときの基準ですね、それのやり方は何かと言いますと、何ですか、その時には多数決であります。皆様のご一家の場合はどうでしょう、独裁的なお父さんがいて俺が決めるって言ったらもうそれで決まっちゃうのか、あるいは、夫をものともしない独裁的な妻がいて私が決めたって言えばもう全て決まってしまう、まあそういうそのことなのかですけれども、政治行政の世界では多数決であります。で、ですから決定しようとする事柄が例えば100人の利害に関係することであるとすれば、ギリギリ51人の人が賛成するものに決定する、49人の人はもう切にいろいろなことをしてもらいたいと思ってるんですけども、その人は退けられるということなんですね。これが民主国家の、最後の決める時の決め方であります。ですから皆さんは国会で、国会の委員会ですね、特に、予算委員会っていうのがよく新聞テレビで報道されていて、ご覧になっていると思うんですけれども、なんで NHK のあの一番良い時間に盛んに報道するのかといえば、それはその決定が吟味されるところだから、その議論の結果そして決まってくる、あるいはその決定した議論がどういうことで正しいのかということを吟味する、そういう場であるからあの委員会は重要であります。で、しかし、まあ、先ほど言いましたこの、多数決ですけれども、なかなか重大といいますか問題を含んでおります。すなわち多数に対する少数の利益
ですね。多数になったからですね、それで全ていいわけだから、多数になって少数の人もいるわけですから、その少数の利益は退けられていくということですね。これも非常に重大な問題で、その少数も1人とか2人とかって49人の場合もある。100人いて49人の人の利益は退けられるということなんですね。で、ある場合にはその決定によってその人のやっぱり財産、生命、安全、そういうものに対して重大な影響を与える、そういうことがあり得るわけであります。で、為政者、まあ、そういうリーダーの方の決断の重大さとその決断の辛さとはそこにあるわけであります。で、2015年5月17日の大阪市民による住民投票というのがありました。これは橋本市長の構想から発展しまして大阪市を5つの特別区にしてですね、そして都政に変わる。もし住民投票で賛成すれば大阪と実現、反対すればそれはもちろんなくなるということですから、それでしかも最大の住民投票になった。みんな全国民は注目をいたしました。で、その結果賛成 49.4%、 反対 50.4% ですから、この案は退けられる。努力をしてきましたけど、橋本市長はその責任を取って維新の会の代表の座を退きました。まあ、そういうことで、この決定は、直接住民の命や財産に直接影響を与える、そういうことではない、と今までやっているものを特別区を作って、東京都のような特別区を作ってやる仕組みに変えていくわけですから、そのあれは影響はございませんけれども、まあしかし将来大阪市をどうするかというのは橋本さんのお考えでは、もう大発展いろいろしていく、住民のためにと思ったいろんなものは貨幣に帰す、貨幣に帰す、もうゼロになってしまったわけであります。で、まあこの事例といいますのは多数決の典型的な事例ですね。私たちは多数決っていいますと10人賛成90人反対、あれは10人賛成92人反対、ただ10人反対90人賛成みたいなことを考えるかもしれませんけれども、やっぱり政治行政の場ですとギリギリのところですね。それによって仕分けがされているという問題というものを持っているわけであります。で、福祉や公害のいや医療の世界におけるいわば、まあ、腹渡がちぎれる思いのするような場面に遭遇しますと、例えば口外患者の方が自分の救済を求めて、そして役所の長さんずらーっと座り込んでいる。で、そのそばを通り過ぎて、なんでこの人たちが全てが解決されるような措置が取れないのかなというふうに思うわけでありますけれども、しかし一定の基準があって、その基準をによって基準以下の場合には救済の対象にならない、まあそういう決定がされるわけです。で、それ決定する側もこの全部を救済すればいいと思うかもしれないけれども、そうしますと、いやそうですか、それならこれがありますね、これがありますねってたくさんいろんな事案がもうドーッと押し寄せてくる。ですから一定の基準作って仕分けをしなければならない。また財源もそんなにない。だから
一定の範囲内でやらなければならないという問題だけれども、しかしそういう場面の中、そういう遭遇しますと、ああ相対的な基準ではなくて絶対的な基準というのがないんだろうかなというふうに思うわけであります。で、そういう思いを持ちまして、次の聖書の言葉を読みますと驚くわけであります。そこには絶対的な基準が示されている。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないであろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。これはマタイによる福音書の18章12節から14節の言葉であります。ここは絶対的な基準が示されている。これらの小さなものが一人でも滅びること、それはあなた方の天の父の御心ではないということであります。で、この世の中の判断、こういうケースの場合に一体どうなんだろうかって考えますと、羊飼いは一匹の迷い出た羊を探しに出かけていった留守に、もし狼が襲ってきたらどうするか。99匹にということを考える。一匹の羊よりも99匹の羊を守ることを考える。もし10匹迷い出たとしても、20匹迷い出たとしても、残りの90匹80匹のことを考えて判断をする。で、迷い出た10匹が谷に落ち、迷い出た20匹が狼に襲われる危険があっても、そうする。それがこの世の中の判断であります。そしてそれで動いているわけであります。では絶対的な基準なるものは本当は無力なもの、意味のないものなのでしょうか。そうではありません。絶対的な基準、すなわち迷い出た一匹の羊を助けることが大切だということが明らかでなければ、現実の場面における判断の限界や問題点がわからない。一匹の羊を探し出す、救い出すことが大切なんだっていうことがわからなければ、わからない。すなわち現実の場面における判断の限界や問題点は明らかにならない。その判断がどのような問題を解決することができて、どのような問題を解決することができないか。羊飼いはこの判断の時に苦しみを味わうわけであります。意思決定者としての責任が大きければ大きいほど辛さを味わうわけであります。重大な意思決定を行う者がいつもサバサバしているということ、リーダーとしてやっぱりそういうのが大切だよ、サバサバしていることが、これが世間の人、あるいはジャーナリズムでもよく言われる、それは意思決定者の必要な資質のように言われますけれども、
私はそのような意思決定者は本物ではないと思っております。自由民主党が国会で絶対多数の時代、熾烈な党内の権力闘争がありまして、そして紆余曲折のあと、総裁候補が選ばれる、まあ、そういうことあるわけでございますけれども、その候補がとうとう選ばれますと、翌日の新聞にその候補が自宅の庭で万歳をしている姿、一面によく載りました。でいつもそれを見ていまして、この人は本物の意思決定者じゃないなというふうに思いました。今までの歴史を見ると一人だけ総裁がいよいよ自民党総裁の候補、いろんな派閥間の熾烈な戦いの中で、そしてやっぱり総裁になるって可能性のあるその人を捉えて、新聞は日々その人は陰鬱になって往々として楽しまぬ日々を送っている。新聞はその報道は、これはリーダーとしての器にちょっと欠けるねという思いで報道していたと思いますけれども、私はそう思いませんでした。初めて、本当の意思決定者が現れるのかもしれないと思いました。この本物の意思決定者はその方に真の意思決定のずしりとのしかかる、そういうものに耐えなければなりません。ペテロもおそらくそうだった、パウロもおそらくそうだったに違いないのであります。絶対的な価値基準というものを持って、しかも現実の相対的な判断をしなければならないものは、その狭間で苦しむのであります。ではその狭間を結ぶものがあるのか、絶対的な価値基準をしなければならない、できない、具体的には相対的な判断をしなければ、決定しなければならない、間が空いている、その狭間がある、その狭間の中で苦しむ、でその狭間を結ぶものがあるのか、私はよくそういうことを考えました。でそれはある、それは祈りであります。この国連の事務総長で、皆様は、まあ、大島先生はもちろんご存知だと思いますけれども、ダグハマショールトという人がいまして、国連の名事務総長と言われました。でこのダグハマショールトは国連の事務総長として、世界の諸問題の解決のために東奔西走のその激色に一心を捧げました。ダグハマショールドはスウェーデンで1905年に生まれまして、そして国内では大蔵次官、外務次官を務めました。そして1953年国連安全保障理事会はハマショールドを国連事務総長に推薦しました。安全保障理事会という強大なこの組織体ですけれども、が推薦するもの、それを国連総会
立ちまして国連総会が決定するという仕組みになっております。で、安全保障理事会はハマショルトを国連事務総長に選びました。で、1953年4年間でございますけれども、立派に仕事を果たし、1957年満場一致で再選されました。しかし1961年ですけれども、その今後どうなるというのは、で今後の問題を、アフリカの今後ですけれども、その問題の解決にのために飛行機で行くときに飛行機事故に遭って一命を失います、うん、で安全保障理事会といいますのは、皆様ご存知だと思うんですけれども、米国、英国、フランス、中国、ロシアで、この一国でもその案反対、一人でも一人でも言うと、安全保障理事会は重大問題って決めなきゃいけないのに決めることできない、一人でも。ですから世界の問題がいろいろあって、決めなきゃならない事柄がほとんど決められない。それでどういうことになったかと、国連総会はハマショルト事務総長にいろいろな問題を頑張ってくださいと言って、まあ、託するっていうようなことが起きました。で、従いまして、まあ、ハマショルト国連事務総長の権限といいますのは、だんだんと政治的にも大きな力を持つようになったのであります。で、皆さんご存知でしょうか、スエズ危機というのがありまして、スエズ運河をエジプトが国有化しまして、これは1956年のことなんですけれども、国有化をきっかけにエジプトとイスラエル、英国、フランスですね、対等が、第二次中東戦争のが起こった。それからハンガリー動乱、これはハンガリーの当時はソ連邦の支配のもとにありました、ハンガリーが圧政に耐えかねて国民が立ち上がった反乱で、しかしその反乱のために数千の人が命が失われ、25万人の人が国外逃亡しました。ハンガリー今後の危機、今後アフリカに今後で、今後は、ベルギーの支配下に植民地でありましたけれども、そこから独立した。で、その独立した運動を契機にまた大混乱が生じた、まあ、そういう中でハマショルトはいつも平和的解決、そのために全力を投入し、何としても平和的解決が必要であると、言って働きました。このハマショルトが、事務総長になった直後のことでございますけれども、中共、当時 中国ですね、まあ、中共で、中国がアメリカのジャーナリスト十数人を捕らえて、もう捕らえた、なぜならスパイ容疑、アメリカが行っているスパイ容疑があるということで、それでものすごい対立関係にあった。ハマショルトは北京に飛んでいって、そして周恩来首相と話し合って、そして解放、そのジャーナリストを解放することにこぎつけるんですね。すごいですね。私はまあ周恩来っていう首相が大好きなんですけれども、まあ周恩来もすごいけれども、ハマショルトもすごい。それでハマショルトの名声は一挙に上がるんですね。で、まあそういう事態がありますけれども、いずれにしても東方戦争の激務の中にハマショルトは置かれておりました。
で、しかしいつも激務の中にありながら毎晩かなり長い時間をハマシホルトは祈りに捧げました。まあ、その姿に本物の意思決定者の在り方というものを見るわけであります。で、ハマショールトは国連本部に祈りの部屋っていうのを設けるんです。祈りの部屋、祈りの部屋というものを設けて、要するにおそらく自らも祈り、他の人も祈ってください、そういう思いがあったに違いない。まあ、それをやっぱりこの人ですね、だから本当に激しくこの中にいて、現実の次から次に難題をに対して立ち向かい、意思決定をしながら、しかしいつもこれは絶対的な価値判断、なあち一匹の失われた羊を救うこと、この絶対的な価値判断というものをやっぱり頭に置いて、そして日々の仕事を望んだ。あと残されるものは何か、祈りしかない。祈りしかないという言葉はいけないと思いますけれども、祈りであります。で、さらに本物の意思決定者の姿といいますのをイエス・キリストに見ます。イエスは父なる神が示す道を歩むための決断に向かって祈りました。父よ、御心ならこの杯を私から取り除け、除いてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。ルカによる福音書22章の42節から44節の言葉であります。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちたと聖書は簡潔ではありますけれども、イエスの心の中の全貌を描いているのであります。私たちはこのイエスを仰いで決断することを教えられているのであります。以上です。今日はコピーは、ね